愛媛県の田中悦子さんが、楽しいアンサンブルの、風景をですね、投稿してくださいました。まずですね、お便りを読みますね。アンサンブル仲間のバイオリンあまねちゃん、まどかちゃん、クラリネットしょうこちゃん、ピアノえっちゃんがコンサートをしました。その時のアンコールがこれです。あ、4人の女性たちのアンサンブルなんですね。バイオリン2本、クラリネット、ピアノという編成なんだそうですけれども、ピアノ伴奏じゃなくみんなと加わりたかったえっちゃんが、普段ピアノを弾いていらっしゃるえっちゃんが下手なフルートを持ち出して、みだけでいけそうなこの曲を選びました。動きをつけたことでみんな演奏どころではなかったようです。ずこけたシーンも込みでお客様には喜ばれたと勝手に確信していますというお便りをいただいたので、早速ずっこけたシーンも込みでご覧いただきます。プロの方たちが控えて、私にしか吹きませんので、すみません、あの期待されたら困るから先に言っておきます。私も C しか吹きません。 C に C でやりますので、よろしくお願いします。はい、曲は4話の白鳥の踊りです。チャイコフスキーです。チャイコフスキー、ちょっと待って、どうやって触るんだったか忘れた。OK です。じゃあ4話の白鳥になるように頑張りましょう。はい。セロリの気まぐれん談シリーズの中の一本チャチャチャという曲集、これはですね、まあ、最初の方ちょっとすごく簡単に弾いてもらうためのオリジナル曲もあるんですけど、ほとんどが既成曲、今のはクラシックの曲でして、バレエの曲ですね。だから振りをつけてくれたんですけど、あの既成曲ばっかりあって、あのポップスから、童謡からいろいろあるので、それを、一本の指あるいは、まあ、片手で弾けて4人あるいは5人、まあものによっては3人でアンサンブルしていただけるように、アレンジした曲集です。でそれをピアノにみんなでたかって弾くのではなく、持っている楽器、ご自身の専門の楽器、まあ、えっちゃんだけは、普段ピアノを弾いてるんだけどフルートを持ち出してきてやったという仕掛けなんですね。つまり、ご自分たち用に少しこう変形というか工夫してくださっているんですけど、そのなんかこうほらやるよやるよっていう感じがすごくいいですね。アンコールならではの、もうすっかりお客さんとこうコンサートやって溶け込んじゃってるから、お客さんももう受け入れますみたいな感じで、私あのちょっと失敗してあごやもう一回っていうの大好きなんですね。私も時々やるんですけど、あのあしまったみたいなままやって凍りついたまま終わるんじゃなくて、あシュシュシュッともう一回もう一回とかってやれるような雰囲気が演奏者と観客にあるっていうのはすごくいいなと思います。それで、しかもねフルートで身だけ吹いてるっていう、クラリネットの方はね、いつもクラリネット吹いてらっしゃるプロなんでしょうけども、今回はラだけみたいな感じで二人でラミラミってずっとやっているという仕掛けだったんですけど、本当はね原曲はこういうね、のにこうあの4話の白鳥のあの踊りがついていくんですけど、フルートとクラなんで、こんな感じになってるから、こんな感じかな、こっちかな、なってたんですけど、だから本当はちょっとこう二つの楽器がハモらないというか、アンサンブルし合わないんですけど、でも音だけじゃなくてこうリズムのこう定型を作るっていう意味合いもすごくあるので、そういう意味ではうまくいってたと思いますね。
それで、身しか吹かないんで、みたいなことを言っちゃうのもすごくいいですよね。楽しめました。そしてね、間違えないで演奏するより、ああやってこう、アンコールですからね、振りをつけて、こう、演奏者がわちゃわちゃしてる感じになるのっていうのは、聞いてる方も見てる方も楽しいものですから、私もすごい楽しく見せていただきました。ちょっとだけお便りの続き。シンプルな譜面かつ素敵アレンジで、お、いいこと言ってくれそうとしてんのかな。管楽器の胃腸もやりやすいということで、あ、そうですね。管楽器だと、このままの譜面では、吹けないこともたくさんあるんですけど、それをこう、いちいち書き写さなくても、こう、パッと見て、胃腸しながら吹いたりすることもできる。管楽器の胃腸もやりやすいということで、他の曲もいろいろ楽しんでいます。ピアノにだけではなく、一本指曲集はすごくありがたく使わせていただいています。ということで、ありがとうございます。これ、だから、一声しかない。一人の人にとっては一声しかないので、弦楽器、管楽器にも弾いていただけるんですね。で、弦楽四重奏でやりましたっていう曲、声もよく聞きますし、あと、クラリネット四重奏でやったとか、あるいは管楽器で木管四重奏とか、そんな風にして、やりましたっていう、ことも聞きますし、それから今、身だけ吹けばいいっておっしゃってましたけど、そのパートによってはすごく簡単な、リズムも音も簡単なところがあるので、上手に音域と、パートの動きとを選んでやっていただくと、どんなチームにも楽しんでいただけることと思います。田中悦子さん、いつもありがとうございます。今回は、あまねちゃん、まどかちゃん、しょうこちゃんも巻き込まれちゃって、投稿させられるようになってしまいましたけれども、また何か楽しいステージがあったら、見せていただけると嬉しいです。どうもありがとう。